はい。で、まあ、一番最初の30分のトップバッターの私は一応いろんな、まあ、すごい達人な方もいらっしゃるようなんですけれども、まあ、いろいろなコンピューター普段ほとんど使わない人とかそういう方は、まあ、いないかもしれませんけど、まあ、そういう方も想定して、コンピューターを使いこなすための、まあ、使いこなし術ってことで、僕らが割と普通に、まあ、使ってるようなことを、まあ、こんなの使ってるっていう確認ですね、まあ、知ってることはこんなの知ってるよっていう人が多いと思うんですけど、そういう人は寝てください。知らない場合は聞いてみてください。でですね、まず最初にFirefox を起動しましょうということで、まあ、それはまあできますよね。まあ、普通に Mac の場合で、 Mac 使ったことない人いるかもしれないんであれなんですが、普通になんか開くとこういう、なんかウィンドウが開いた時にアプリケーションっていう中にその Firefox とかいうのがあります。これですね。それをダブルクリックしてください。ダブルクリックできますよね。そうすると Firefox が起動します。はい。で、皆さんも多分このホームページになってると思います、一番最初は。でですね、今日やることはここの、これですね、人材育成、ここの、この ModDB ってやつの中にありますので、これをクリックしてください。多分ここから皆さんはここの、講習会応募してきたと思うんですけれども、これの、今のところのこのニュースにあるこのこれね、本号1アジャックス本号1、これをクリックしてください。そうすると今みんながアクセスしに行ってるんで、みんなで一斉に行くとちょっと時間かかるんですが出ます。はい。まあ、すぐ出なくても自分のせいじゃないんで、ネットワークのせいなんで。でですね、でずーっと下の方行くと、この、ずっと下の方行くと今日の内容の話になって、今私が話している使いこなすための最低限のコンピューター使いこなし術、ちょっと使いこなすが2回も出てきてめんどくさいんですけど、それぐらい使いこなしてほしいってことです。で、ここをじゃあ、クリックしてください。使いこなすための最低限のコンピューター使いこなし術。はい。そうするとこの一応、私の、コマ30分で話す話が書いてます。ここまで大丈夫ですか？このウェブページまでたどり着けました。まあ、統合データベースを使いこなすための、まあ、術とは言わなくても、もう今の時代のこのインターネットで、の世界を生きていく中で、まずインターネット検索を使いこなせないといけなくて、でその中でもインターネット検索でも一番よく、まあ、我々というか、まあ、日本人はヤフーかもしれませんが、Google をよく使うと。この Google って何ですかって言われてもちょっと困るんで、それは自分で調べてください。Googleっていうのがあります。それを使って検索をしていただきたいと。で特にここのサイト行って何かってやらなくても、もう Firefox の場合ここにすでにですね、この右上の G ってなってますよね、多分ね。この G っていうところで何か自分の検索したいものを入れて、例えば大久保、工作ならないかもしれないですね。で工作って言って、これでやるとちょっと違うのが出てくると思うんですけどまあググれます。で、まあ、お子さんの名前じゃかわいそうか申し訳ないんで、私やります、坊野秀政でやると、まあ私っぽいのがいくつか出てくるわけです。まあGoogle 場合は、 Google の場合はこんな風にすれば、Firefox の場合は簡単にできます。で、まあこうやってよくわからないやつが出てきたら、ただ私の名前で今講演してて、俺のことよう知らん人がおったら僕の名前を書いてここでグーグルして、あ、こいつはこんな悪いことしてんのやなというふうに、まあ、見ていただければよろしいかと思います。で、まあなんですけれども、ここからの話、いろいろグーグルの使い方っていうのは詳しいことを言っているとですね、時間がいくつあっても足りなくなるんで、実はその前回この講習会は日本大学の藤沢キャンパスでやったアジャックス湘南っていうのがあるんですけど、その時に中村さんが詳しく話していただいてます。その内容をここのリンクからたどれるページで見れますんで、まあ、帰って、いろいろ見といてください。そこでやった例に関して、まあ、ここでちょっと、かいつまんで やる例として、この DBCLS というこのアルファベット5文字で、検索するのを例にして、ちょっと今からちょっと非常に簡単なんですけれども、中村さんがやられたののダイジェスト版やろうと思います。じゃあこの DBCS っていうので、ググりましょうと。で、こういう場合書き込んでもいいんですけども、書き込むと大体みんなタイプミスします。
こんだけいれば1人は絶対します。ですので、コピー&ペーストするのが一番幸せ、間違いがございません。ここでここを反転して、編集でコピーってやって、でここに行って、そこで、ここでですね、編集でペーストってやってください。それでえいとやるとこんな風に出ます。こんな風に出ました。皆さん、出ると思うんですけど、違うなんか警告画面が出た人がいたら言ってください。あんたは人間ですかとか出ることがありますんで、これ本当や。まあこんなページが出てきます。で、まあここは、まあ、DBCS っていうのはここのデータベースセンター for Life Science っていうのの、まあ、ここのセンターの、まあ、略語で、まあ、それに関係したウェブページが出ると思うんですけれども、多分何もしなかったら皆さんここ日本語のページを検索っていうのにチェックが入ってると思います。これは何かっていうと、まあ、我々日本人なんだろうと、日本語でこう読み書きするのに慣れてるだろうと勝手に Google が思って、もう勝手に日本語のページしか出してないんですね。まあ、勝手に日本語のページしか出してないんですけど、これぐらいの件数、4万7千件ですかぐらいありましたよって言ってるんですけれども、まあ、たまにはこの DBCS で、ね、英語でどんなこと言われてるかなって知りたくなることもあるわけです。その時用にここのウェブ全体から検索、まあ、英語だけじゃなくて、スペイン語、中国語、何語、全部ですけど、それの全ての言語から検索するよっていうのに、ここにラジオボタンチェック入れて、もう一回検索してみます。そうするとここちょっとここに注目しておいてください。ここに、ね、そうするとどうなるか。そうすると、まあ、これぐらいになりました。5万1000件だから日本語の、まあ、コンテンツがほとんどなんですけれども、そのうち4000件ぐらいはなんか英語のコンテンツがあるんでしょうねっていうのが、まあ、ウェブ全体から検索っていうのでやると分かります。まあ、大体皆さん日本語で情報欲しいでしょうから、最初にこっちがついてるのがいいんですけれども、まあ、たまに、日本語で検索したら何にも出てこないとか、日本語での情報よりも英語の情報も欲しいということが割とある場合もあると思うんで、まあ、ここをクリックして検索し直すっていうようなこともやってほしいと思います。で、まあ、それもなんですけど、ここで書いてるのちょっと件数違うのは、なんかその日によって、Google の機嫌がいい時と悪い時でと件数が変わるんですね。だいたい一緒なんですけど、で、まあ、そういう、はい、のが一番最初です。そんなん知ってるわいっていう話ばっかりだと思うんで、まだ、粛々と先に進めますが、いいですか、大丈夫ですか。で、じゃあ進めましょう。で、でもありがとうございます。で、ここまでやっといて、まあ、演習1みたいにこう偉そうに書いてますけど、まあ、どうでも今やったのこれ演習だったんですよね、検索オプション。で、あ、違いますね、これから今やろうとするやつですね。で、ここでさらにこの状態でね、さらにもっとこの検索の絞り込みっていうのを我々よくやるんですけれども、それをどうやってるかっていうのをお話します。それはここの検索オプションのちっこいとこをこうクリックするんですね、一回、えいと。そうするとなんかこんな、なんかいっぱい指定するところが出てくるので、できます。検索なんて本当1個の検索窓だけでなんか書いて、検索ってやると出てきて、それでまあ便利っていうのでもういいんですけれども、もっと便利にするためにこういうふうなものが例えばあると。で、ここでちょっと演習って書いてあるのみんなでやるんですけれども、co.jp のドメインでは何件ぐらい絞り込みますれますかって書いてるんですけれども、ここの中いろいろあるんでいちいち説明しませんが、今やるもんだけ言っとくと、ここのドメインっていうのが指定できて、なんかその検索する対象のドメインが絞り込めるんですね。なんかいろいろあるんですけれども、 .co.jp っていうのは、日本で、なんだ、会社として登記のある団体が持ってるウェブページが co.jp です。そこのウェブページだけで DBCLS っていうのを何か言ってるところがあるかなっていうのを調べてみます。で、ここで、さっき書いたら間違うって言ったんですけど、 .co.jp ぐらいをちょっと頑張ってミスタイプしないでください。 .co.jp でここ書いてください。ポイントは最初にドットつけます。ドット co.jp でこういうふうにして、ここの Google 検索ですね、ここをボタンを押します。いいと。そうすると出てきました、いっぱい。なんか予想した通り、なんか楽天とか Amazon とか Yahoo とか、なんかちょっといろいろありそうなサービスばっかりなんですけれども、まあもう一個注目する点はここですね、240件に激減しました。まあ、こういうふうに co.jp が言っているこの情報というのは240件ぐらいなんですけど、それでも240件も見たくないですよね。
なんか見るとちょっと僕がどっかメーリングリストでこう流してるこうやつばっかりなんですけれども、まあそんなんです。あとは陽動社のこう本とかで僕の所属が DBCS って書いてるから出てきてるやつとか僕ばっかりなんですけれども、まあそういうのなんですけど、それでも240件やっぱ見たくないですね。でここちょっとヤフーよく出てきますよね。ヤフーけしからんということで、ヤフーなんとかしたいというふうに思う場合はもう一回これで、戻っていただいて、このバックボタンでね、でヤフーは消えてくださいと、でキーワード含めないでここでヤフーって書きます。ヤフー、ヤフーってあれですよ、 YAHO が2つですね。ヤフーでやっていただいて検索ってやるとヤフーが消えてくれます。そうすると件数見ましょう。10件ですか、減りましたね。10件ぐらいだと見る気が起きますよね。でこうやって見るとヤフー以外の、まあ、楽天は消えてくれなかったんですけど、まあ、それ以外消えたんでだいぶ見やすいですね。なんかおニューですか、こんなんですか、なんかこれさっきまでおったあの川田さんのやつですね、記事とか、なんかそんな風に、減らせます。だから何が言いたいかっていうと、5万件も見たくないんですが、自分のこう見たいものが大体決まってんのやったらこんな風に減らせて、欲しい情報というのは すぐさま得られますよってことが言いたいんですね。まあ、そういうのを、まあ、あのやってくださいというのが、まあ、一つ私 のかいつまんで DBCS っていうのでやったものでした。で、まあ、ちょっと先が使えてますんで急いで次行きますが、で、まあ、Yahoo じゃないよ Google なんていうのは皆さんしょっちゅう使うから、まあ、もうええやろうと、いやろというか、まあ、よく使うでしょうから、まあ、それはそれで使っていただいたらいいんですけど、まあ、研究者にからもうちょっとさっきも出てきた NCBI のことを話してやっていう話が多いんで NCBI の話します。で戻ってください、戻ってください、ずっとガーッと戻ってここまで戻ってください。このページですね、このページ。あ、ここでいいです。ずっと下で NCBI で、あ、これですね、はい、ここ、これ、この NCBI のところを見ていただいて、 NCBI にこれみんなでアクセスしに行きましょう。これここをクリックしてください。一斉の出でやらないでちょっと間を空けてやってください。はいはい、で出ました。で NCBI なんですけれども、まあ、これもやっぱり、僕はもう本当 NCBI のデータベースって言ってるいろんなものがここの中にはあるんですね。ここに書いてますけど、まあ、それをサーチするんですけど、昔はなんか一個ずつ、この辺の一個ずつのデータベースをクリックしてそこで検索フォームに入れたんですけど、今はもう全体の検索っていうのがここでできちゃいます。ですんでここでやると、あのサーチオールデータベースっていうのができますんで、ここに入れればいいです。だからここにやっぱり同じように、DBCS っていうので検索してみましょうと。でこれも DBCLS って書いても書くなんてさっき言ったんですけど、書いていただいて、ここで GO ってやります。そうするとあなたは人間ですかとか、お前アクセスしすぎとか出ませんね、まあ、こんな風に出ます。で DBCLS っていうのは日本語の情報ばっかり発信してるところもあって、あんまりないんですね。これ見たら分かるんですけど、で、はい、1件だけっていうのが俺出るんですけれども、俺変な1件だけ何かっていうのが今日気になるからちょっと1回だけ見ますと、これ実はあのここの研究センターから出た1個のだけの中里君の論文なんですけれども、はい、ここのセンターである所属のパブメドの1個だけはこんな風に、中里氏の論文です。で、まあ、それはともかく、ちょっと1個戻っていただいて、この場面、この画面でいてください。でここでちょっと便利なことを今から教えます。で便利なこと何かっていうと、 Firefox 使えって言った理由はここでこれやりたかったからで、実はこの状態であのここをね、このここの G って書いてるやつで、普段だったらこれ Google でしか検索できないんですけれども、こう1回クリックしてもらうとこういう風にリストが出ます。だから他の Yahoo で検索したいときは Yahoo にこれを変えて、えい、ここでリターンってすると Yahoo で検索できるんですけれども、さっきなかったこういう風なのが出てるんですね。このアントレサーチを追加って、これ何かっていうと、ある特定のサイト行くとこんなのが出てきて、これからはこれを追加しちゃっとくと、こんな風にこのアントレのアイコンになりました。このアントレのアイコンがあると、どんなページに いてもどんなページに、こんなページにいても、ここの状態で、D、なんとかなんとかってやってリターンってやると、直接 NCBA のこれに、サーチしてくれると。あ、これは便利だなと。だからどんなページにいてもですね、もちろん DBCS 以外でもいいんですよ。あのもちろん例えば私の名前ボーンの H とかやると、
そいつは何本論文出したとか、なんかそいつは何本 DD ジェンバンクにアクセスションがあるかとか、そういうのが出ます。まあ、ちょっと今みんなでアクセス言ってるからすぐ出ませんが、まあ、そういうのがまあできるんで、この Firefox の検索のプラグインっていうのをこうぜひ皆さんも使って、いちいち NCBI にこうアクセスして、あの上の、フォームに入れてるようじゃ大変ですよね。これを、まあ、あの楽に使うようにしましょうと。でそういうふうなあの細かい時間のロスが、お茶飲む時間になったりしてて、アホなことする、私なんかがアホなことする時間につながってるんですけど、まあ、そういうふうにあの時間のロスを減らしましょうというのが、これの答えです。まあ、NCBI からってよっぽどなんか大事なこと言うかと思ったら、そのぐらいで、とりあえず最初は終わりです。で、もうちょっとしていただきます。で、さっきもちょっと言ったんですけれども、まあ、様々なインターネット検索エンジンを試してくださいっていうのは、そんなことを自分で知らなくてもここで選べばいいんで、例えばさっきの DBCLS でいいんですけれども、 DBCLS って書いてあって、さっきは、Google だけ検索しましたけど、 Yahoo で検索したいときはここで Yahoo を選んで、ここでこの虫眼鏡マーク、これをクリックすると Yahoo でも検索できるし、で Amazon で検索した方は Amazon COJP にしてこう検索するし、まあ、Amazon には一件もないと思うんですけど、こんなふうにありませんって出るんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、何でもですね、Wikipedia に DBCS ってあるんだってことをやると、ないんですけれども、こんなふうにもちろん書いていただいても結構なんですけど、これ我々で書くわけにいかないんで書いてないんですけれども、とか、まあ、こうあと Creative Commons にあるかとか、なんかこう、ね、いろいろ試せると。一時なんかそのウェブページにアクセスしてこう検索しに行くっていう手間が非常に少なくて済むので、ぜひこれは使ってみてください。まあ、普段は多分 Google でいいんですけど、こういうふうに、まあ、そういうのをまあ使ってみましょうというのが、なんでこれいろんなの使うべきかっていうと、やはり一つの検索エンジンだけだと非常に偏ってしまうというのがあって、まあ、Google だったらこれぐらいの件数が、DBCS で出てくるんですけれども、それ以外例えば Yahoo なんかだったら Yahoo で検索してすると、まあ、もっと少ないですね。6000件ぐらいですね。で、まあ、しかもトップに出てくるのがいろいろ違うんですよ、まあ、そういうことです。だから、まあ、いろんな検索エンジンでいくつか試してみるのは、まあ、なかなか面白い。たまにね、検索エンジンの方もおかしくなっててアクセスできなかったり、で変なデータが出てきたりとかすることも当然ありますので、まあ、いろいろ試してみるっていうのは、科学的にも重要だと思います。で、まあ、それがここの部分で終わり。で、この次は実はその、検索するっていうのは技術は終わりで、次はそのローカルでみんなでこうファイルをやり取りする技っていうのが我々多分よく使っててですね、それはいろいろファイルをみんなでこう共有するとかそういうことが多いんでよく使います。で、その中でこういうふうな LAN ですね、ローカルエリアネットワーク、 LAN の中でなんか研究室の別の人にファイルを渡したりとかいうときによく使うのがこの下にありますこの IP メッセンジャーってやつで、多分起動してると思いますけど、最初このセンターのやつで、こういうので更新とかやると統合草子さんがいっぱいいますけれども、これ皆さんです。私が一人いて多分他の人はみんな統合草子さんなんですけれども、なります。で、誰かに送りたいときはその統合草子さん、まあ、普通は多分一人しかいないんですけれども、今の場合こんなにたくさんいますんで全部選択しますけれども、その人に何かファイルを送りたいってときはこの IP メッセンジャーっていうソフトを使ってファイルをこう添付してですね、こういうのを開くって言って、送ります。先ほどのファイルをお送りしますとかやって、ここで封書ってやってピッてやると皆さんのところに行きましたね。なんかポッと出てきたでしょ。そうで、こうみんなが開いたら僕のところにこう全部確認が来るんですけれどもで、これでみんな僕のところからファイルが転送されてますっていう風なのを、まあ、よく我々使うんですよ。で、こういうので多分実験やっててなんか Excel でデータまとめたんですけど見てくださいとかいうのをいちいち皆さんメールで送ってたりとかしますよね。メールだったらまだ来ないとか、特に東大では遅延が起こってて皆さん経験されてることでしょう。送れるんですよ。送れるんですけど、これの場合だったらそのピアトゥピアで今
今こう送られてますんで、まあ、起きないんですね。まあ、そういうのが、まあ、よく使ってて、この IP メッセンジャーというのがあって、まあ、ここに行けば、今日 Mac で皆さん使ってますが、Windows とか Linux のプラットフォームでもこの IP メッセンジャーというのがあって使えますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。まあ、これでファイルを、まあ、今渡したら、まあ、後で使うかもしれないので持っておいてください。で、まあ、これですね、送ります。開いて、みると、で、まあ、多分開けますね。開けました。開けた人は、まあ、いいんですけれども、たまにこう開けないファイルが皆さん来て開けませんってよく言われますよね。まあ、ダブルクリックして開ければこんな実はスイスプロットの ID が入ってるなっていうのは見る人は見たら分かるんですけれども、まあ、開ける場合はいいんですけれども、一番こう開けないファイルって来た時に一番最初に試してほしいことは、まあ、何にも考えないでウェブブラウザにドラッグしてください。一定の場合ウェブブラウザーは開いてくれます。こんな風になんか普通に今開くとですね、なんかテキストエディットが開いて、テキストエディット開いて、なんかこの変なんで出るでしょこれ。でもウェブブラウザーで見ると何もないでしょ。これなんでかっていうと、空白の2バイトの文字が化けて出てたんです。で、はい、で、まあ、教訓はこれで、今僕最後に言ったのは、こうウェブブラウザーにさっきの開けなかったとかいうようなファイルは何でもこうドラッグしたら表示できますよっていうのは、まあ、ウェブブラウザーはもう本当最強ですよ。だから何でもなんか変な、なんかファイル壊れてしまったらしいようなファイルでも大抵の場合こう修復して何とか表示しようとするのがウェブブラウザーなんでよくできてます。まあ、そういうのでウェブブラウザーはよくもう皆さん使ってください。で、今日の講習もずっとその多分ウェブブラウザー上で動くものの講習ばっかりだと思いますので、まあ、今日はこれにちょっと一日お付き合いくださいということです。で、あとなんかこうスカイプとか iChat とかという話を書いてますけれども、この IP メッセンジャーっていうのはその基本的にその LAN の中、こういう、同じ研究室の中の人だとか同士で、ファイルとかメッセージやり取りするソフトだったんですけれども、そういうエリアで使うから特にセキュリティもそんな気にしなくていいんですが、実際にはその研究室外の、共同研究者がいたりとか、なんか、研究室の外にの人とこう、メッセージやり取りしたいとかファイルやり取りしたいって時があると思いますけれども、まあ、そういう時は、さっきの IP メッセンジャーじゃなくてスカイプとか iChat っていうようなソフトを使えばそれと同じようなことができるんですが、それはまあ、いろいろ何でも世界中の人に見えたらやばいので、こういうスカイプとか iChat というのはとりあえずアカウントを取って、そのアカウントでこうログインして、使うと。で、自分の認証した人 とだけこう、ファイルをやり取りするとか、まあ、スカイプってもともとインターネット電話のソフトですけれども、まあ、それを使うことでインターネット電話だけじゃなくてメッセージをやり取りしたりとか、例えばその論文のファイルをやり取りしたりとか、そういうことが、できますと。まあ、そういう、まあ、ソフトもありますが、まあ、特に今日はここではやりませんが、まあ、便利に使ってくださいというのは、こういうのありますよという紹介だけちょっとここでしておきます。で、まあ、私の第1部の講習はこんなもんで終わりなんですけれども、音の準備がよろしいですか。はい、はい、じゃあ続けてちょっと、次のこの、多分講習の一番の目玉であります横断検索について川本先生の方からお話しいただきたいと思います。私のは本当前座なんです。